はようございます、大江鉄道八日市市駅、八日市駅か、大江鉄道八日市駅です、今日は、去年2021年の2月の、末にですね、大江鉄道の木深川駅から米原駅まで、全踏破するという60キロほどのウルトラランニングをやったんですけど、実はここから近江八幡までっていう、別の路線がありまして、それはちょっと飛ばしたというか、分岐には行かなかったんですけど、ちょっと距離が長すぎる、まあ、ただ、10キロほどなんですけど、いっぺんにやると往復なんで20キロっていう、ちょっと20キロ追加するのは無理かなって、で別の日にやろうかっていう話をしてて、で、1年経って今日、ついにやろうかなと思ってきました。で、片道10キロなんで、まあ、往復もあれかなと思って、ちょっとなんか追加しようということで、ここ、八日市近くにですね、太郎坊っていう有名なお山があるんですけど、そこを、追加で、近江八幡にある八幡山を追加という形で、多分八幡山やと思うんですよ、名前が違うかったするんですよ。なぜ近江八幡の駅の北側にある山、その2つのお山を追加して、26キロほどのランニングにします。山をロードでつなぐ近江八幡まで、線路沿いを走るという感じですね。山、線路、山っていう感じで、早速じゃあ行ってみましょうか。まずは、新八日市駅を向かえに向かいます。あ、じゃあおなじみのおなじみのやつやっていきましょう。で、行きますよ。八日市、すげえかっこいいかっこいいとしか感想がない。さあ着きました、いきなりもう1キロほどですけどね、はい、新八日市駅です。よし、じゃあ行きますよ。新八日市、ちょっと線路離れて、太郎坊というところに行きます。こんなところがありました。僕ルートにしてたんですけどね、ここですね、今ここから、どこまで行くんだかな、多分ここまで登って、三つ栗山登って降りるだけだと思います。こっちは行かないです。こっちまでちょっと別の駅行っちゃうんで、三つ栗山ですね。あ、そうですね、山まで行って太郎坊に降りてくるのかな、そんな感じですね。こんだけです。こんな野生の猿出没注意って書いてる道がありました。なんかめっちゃ雰囲気いいな。延命公園、とにかく登っちゃえば OK。これはちょっと今日楽しいな、めっちゃ旅行やな。今日はね、そんなにシビアにタイトに行こうとは思ってないです。春を満喫、でももう桜は葉桜、展望所らしきところに来ました。どうなんでしょう、展望所やと思います。はい、南東ですね、南東鈴鹿を望む、正面に御座石山、釈迦ヶ岳ですね。
という感じです。こんな感じですね。まあいい眺望です。素晴らしい。ね、初っ端から見どころ多すぎ。先ほどね、家の中にあの神社の水飲み場、あの龍神様の蛇口というか、蛇口って言ったら蛇の口やけど、あの龍の形したね、ご存知の方は分かると思うんですけど、そういうのがあったりとかね、すごいですよ。この道も美しいですよね。こっち行くと、まあ、ショートカットじゃないですけど、目的の太郎坊ってとこなんですけど、僕ルートこっち引いてますね。河原屋寺、せっかくやからここまで行こうと思って引いたのかも。もうね、ずっと GoPro 撮ってないともったいないなって思うぐらいの景色ですよ。天気がいい。聖徳太子ゆかりの地、すげえ。特別大会長って書いてる。これ何、令和5年10月来年やね。なんか僕が今から行こうと思ってたところは、聖徳太子ゆかりの地らしいですね。下調べしてない、地元やのに地元やのに知らんかった。聖徳太子さんね、やっぱ奈良時代の人やと思うんですけど、あのなので関西のね、いろんなところにゆかりの地があってね、僕が昔住んでた、もう今は住んでないんですが、実家の近くにも聖徳太子ゆかりの地があって、別に何の変哲もない、ただの祠なんですけど、まあ蘇我氏から逃げてた時に、喉が渇いてもうダメやと思った時に、杖をトンと叩くとそこから水が出てきて、そのおかげで命を、守ることができたみたいな、ゆかりの、祠があるんですけどね。うん、いや、隣川なんですけどね川沿いにあるんですけどね、その祠いや、川の水飲みは良かったんちゃうのって僕ら大人は思っちゃうんですけどね。まあまあまあ、そういう伝説が、いや、もしかしたらそれで川ができたのかもしれないですね。うん、そうですよ、おそらく鈴鹿を望む、いい場所が来ましたね、これ。これはもう写真はいいかな、いや、撮っとこうかな。はい、まだまだこの先続きます。河原屋禅寺、臨済宗、妙心寺派、来年の秋に、大会長があるらしいので、社寺仏閣好きな人は、あと歴史大好きな人は要チェックですね。だいたいもう見逃すと一生見れないんじゃないかっていう、33年ぶりとかあるんでね、これはぜひ見逃さないようにした方がいいのかもしれません。美しい庭園があり、ちょっとせっかくなんで上まで行ったかな、ね、あ、書いてる、金色寺母大観音像、立派やな。おはようございます。立派な
黄金の観音様がいらっしゃいました。あーすごい立派、ちょっと待って、こんな立派なお寺なの。ちょっと待って、全くノーマークでしたよ。え、かやぶきじゃないですか。しかもこれ最近帰ったとこじゃないですか。すげえすげえ、入れないです。多分入ったらダメなんでしょうね。すげえ。河原屋寺を後にして、あの金色寺母大観、金色寺母大観音、金色寺母大観音を後にして三国山ですね。あの金色寺母大観音の、裏側の道ですね。今ちょうどこれ三国山に向かってトレイルを走ってます。涼しい。いやここいいな、今日来てよかったな。そろそろ三国山山頂じゃないでしょうか。だいたいね、山頂すぐってね、山に帰ってたらね、そっから最後の登り頑張れってことなんですよもうゴールやからって。あ、なかなかの眺望いいですね。270度眺望。うん、こっちが南、こっちが北。あ、こういうね、滋賀県ってね、ちっちゃい山多いんですよ。見ての通り、こういうところが好き。竹生島が見える、竹生島が見える。ちょっと今日はガスってるんで見えないですね。そうですか、そうですか。はい、じゃあとりあえずここから下山して太郎坊に向かいます。はい、三国山から次太郎坊への分岐、そろそろですね。あ、太郎坊頂上ある、頂上行ってこなあかんね。太郎坊頂上行って戻ってこよう。さあ太郎坊到着。あ、ここはいいね。ここも綺麗ですね。すごい、この山ね、縦走路なんですよ。次回はぜひ縦走したいな、ここ来たら。美しいでしょね。はい、太郎坊着きました。太郎坊すごいでしょ、ここ絶壁の岩、目を問いばらしいですよ。通れるのこれ、すげえ。誰もいない。え、こんな機会ないんじゃない。平日やから、平日。修行ですね。あの岩石の岩肌の山に神社がいっぱいあるような感じの、ね、ここの階段心臓破りやな。これなんだあんやろち
上願寺、願いがなる寺ですね。お願い事があったらここに来ましょう。はい、見どころ満載でしょ、見どころ満載すぎでしょこれ。僕ね、ちょっと僕の中でも想像を超えてますよこれ。こんなにたくさん初っ端からあると思ってませんでした。我ながらナイスルート、で、実は太郎坊っていうのは中で見るよりも外からね景色映した方がね綺麗なと僕は思ってるんですよ。こんな感じなんですよ。あ、ここ降りてきたんです。すごいでしょ。お、すごいの見つけましたよ。こんなん見たことあります？神の住む山やったら見たことあるんですけど、神の田んぼですよ。入っていいのかな。いいか。神だって。え、初めて見た。知ってるっていうか通ったことあるけど、マジでこれ。これ日本人ならではですよね。田んぼに神って、すげえ。ちょっとここから写真撮っとこう。これめっちゃ美しいでしょ。神の田んぼと太郎坊ね。はい、太郎坊宮駅。あれどこだ、ここか、ここですね。太郎坊宮前ですね。ね、まだ8時間ちゃう、8キロしか走ってないのに2時間ぐらい経ってるんですよ。太郎坊宮前、まだ8キロです。じゃあ次の駅まで走りたいと思います。はい、まもなく一部駅ですね。いいでしょこういう風景。空が低いんですよね。前向いて歩いてるだけで空が見える。そして近江鉄道、赤根線なんで、赤根線列車ですね。今ね、子供が多分保育園か小学校ぐらいの子だと思うんですけどね、いきなり遠足で僕の走ってるの見て走って追いついてきました。僕ちょっと GoPro の電池入れ替えたんですけど、こんな感じで。めっちゃ可愛かったよ。平田駅、まもなく到着です。はい、じゃあ、平田駅ですね。平田。すげえイレギュラーな方法で到着してしまいました、この道。地元の家の人。武蔵駅に到着。これもう6つ目なんですよ。さあ、先ほど8キロしか走ってないのに2時間も経ってるとか言ったのに、そこから6キロ走ったのに30分しか経ってません。怖いです。いいタイミングで来た。ところどころにこういうこんもりとした森があります。中神社です。鎮守の森です。ほら神社あるでしょ。
そろそろだと思うんですけどね、先ほどコンビニでご飯食べました。ご飯といってもご飯じゃないですけど、カスタードエクレアと飲むヨーグルト、ブルーベリーとコーラ。はい、タネヤクラブハリエってご存知ですか皆さん。広何これ、なんかすごいよ。え、こんなおしゃれなとこあったの知ってた？みんな何これ、これの登山口のある桃神社に到着しました。よし、じゃあ行きましょう。ここの後ろになるかな。これですね、八幡山十三路入り口見つけました。さあでは行きましょう。多分ね、結構距離あると思いますよ。5キロ弱あると思います。木山です。地図の雰囲気、めっちゃ春ですよ。もうこれと言ってないほど春です。これ分かれてる、こっち展望よしかな。あ、正解。展望よし。さっきの湖はやはり琵琶湖ではなくて、西の湖、琵琶湖よりも陸側にある湖がいくつかあって、そのうちの一つだと思います。はい。重要文化的景観展望台、素晴らしい。国指定第一号、すごい。国指定第一号、近江八幡の水郷、読み方間違えたらごめんなさい、白鸚円山の集落八幡堀、すごい。ここの方がいい、やっぱり。さすが重要文化的景観展望台、すごい、すごいですね。展望台だらけですね。西の湖展望台。これは何？写真撮るとこかな。違うよ。何やろ。別に意味ない。ここ僕の中でめっちゃおすすめになっちゃいました。交通の便悪いけどね。あれ西の湖です、さっき言ってた。はい、防災峰、ここ一応頂上ですかね。はい、まあこうスルーあ、ちょっと待って、ここに展望台ある。え、これ知らない展望台じゃない？ここ、これは今日まだ行ってない。あ、これはすごい。これ比叡山の見えるベンチ、比叡山の見えるベンチ、すごい。見えますか、美しい風景、すごいですね。目の前に見えるのは、長明寺ですね。あの麓に温泉があります。はい、もう一つまた展望台に到着しました。北小口上展望台。
長明寺港展望台、あれが八幡山じゃないですか、うん、あの屋根がある、はい、長明寺港展望台でした。のろし展望台ですね、情報伝達ですね、はい。北の小沢展望台もう展望台縮小気味なんですよもういいかな、はいはい、展望台一番山でした。ハートの LED じゃないの、これ伝統的なやつですね。ここ一番開けてる、やっぱり安土城ですね、目の前。安土城また作るらしいですよ、再建らしいです。安土城目の前にあの白いあのちょっと落ちたところが見えるとこですね。またできたら行きましょう。さらに上にね、お寺があったので来ました。水流寺、村雲御所随流寺、かっこいいですね。山ロープウェイ駅を横目に、ロープウェイは使わずにもちろんロープウェイは使わずに走っております。30分って書いてたんで12、3分でしょうかね、東京ライナーと3倍ぐらいの速さでは急がなくても走ってるだけで3倍ぐらいのスピードで降りるんで、やってももう今2時ですよ、4時間5時間、5時間か、結構ですね。30キロ超えますね。やっぱり下山してからもちょっと走るんで30キロは超えるかなと。行くか行かないかかな。どうやろう、降りてからの距離見てない。はい、もうそろそろあと数百メートルで近江八幡駅に到着する。今30キロです。やはり当たってましたね。さあ正面に見えるは近江八幡駅、ついにゴールが見えてまいりました。もともとはあそこに行くのが目的なだけやったんですけど、めちゃめちゃ遠回りしました。はい、というわけでね、今回去年の2021年2月に行った近江鉄道貴生川からライバーという近江鉄道の旅60キロのランに加え、
本日2020年4月の10日ですね、4月12日、妖怪市から、残してた妖怪市から大宮地方の、大宮鉄道全駅踏破、完全踏破をついに成し遂げました。駅の、あの看板の前で、大きい駅ってね逆にないんですよね。じゃあ駅のところで表示がない。あった。はい、大宮八幡。はい、というわけで大宮八幡から、妖怪市まで電車で帰ってきました。多分30分かかってないと思います。僕今日5時間かけて行ってくる。本日のランニングで大宮鉄道、大宮鉄道全駅完全踏破とさせていただきます。すごい、全部行きましたよ。2年かかってますね。まあ、2年って言っても2日でやってますけど2日でやってるから許してください今日の、ランニングも楽しくできました。それでは今日も一日お付き合いありがとうございました。またね、バイバイ。